ポティダヤの戦い、ポティダヤの戦い、A、バトルオブ・ポチダヤは、紀元前432年から紀元前430年にあてないと、コリントス・ポティダヤ及びペロポネソス同盟軍との間で戦われた海戦である。この戦いは、前年のシュボタの海戦とともに、ペロポネソス戦争のきっかけとなった。シュボタの海戦によって、 コリントスとの対立が明らかになったため、アテナイはコリントスの植民都市であったが、アテナイの同盟国であるポティダイアに、現ハルキディキケ県のカッサンドラ半島後期名称に面した防壁の除去と人質を要求し、さらにコリントスの行政官を追放して今後、毎年コリントスから派遣されてくる行政官を拒絶するよう命じた。というのも、 マケドニア王ペルディッカス二世とコリントスにそそのかされて、ポティダイアがアテナイに反乱を起こし、それにトラキアの他の同盟国も習うことを恐れたからである。ペルディッカス二世の弟のピリッポスが、と共にマケドニア王に背いたとき、アテナイはピリッポスらを支援したため、ペルディッカス二世は様々な歯がテナイ行動をとった。そこでアテナイは、 他十名の将軍の指揮の下で三十隻の艦隊と千人の重装不評をペルディッカス二世の領地に送ったが、新たにアテナイ本国から彼らにポティダヤの防壁を破壊し、人質を取り、諸同盟国への監視を強化するよう命令が下った。一方、スパルタからの援助を取り付けたポティダヤは、アテナイ側のデロス同盟から離脱し、カルキディケ人と人と同盟を結び、ペルディッカス二世も、 また彼らに協力した。トラキアに到着して初めてポティダイアタのデロス、同盟離脱を知ったアテナイ軍は、ポティダイアラとマケドニアを同時に相手にして戦うことはできないと判断し、ピリッポスやと連携を取って戦おうとした。このアテナイの軍派遣に対し、コリントスはアリステウス式の下で重装不評1600人と軽装不評400人をポティダイアに送った。さらに、 これを受け、アテナイもまた重装不評2000人と40隻の艦隊をカリアス2世位、他4名の将軍の指揮のもとで新たに送った。アテナイの増援部隊はまず、マケドニアに上陸し、先発隊の一部と合流してを包囲した後、ペルディッカス2世位と講和し、続いて、ピリポスとパウサニアス指揮下のマケドニア騎兵600機と合流して、ポティダイアに向かった。一方、コリントス、 ポティダイア及びその同盟軍は、アテナイ軍の襲来を予想して、ポティダイアの二面した地点に着陣し、この同盟軍の総司令官には、アリステウスが、騎兵指揮官には、アテナイとの講和を破棄して、再び寝返った、ペルディッカス二世がなった。アリステウスは、ペルディッカス二世率いる騎兵二百機と同盟軍の一部を、オリュントスに配し、本隊を率いて、敵を待ち受けた。それに対し、 アテナイ軍は、マケドニア騎兵を含む一部をオリュントスに送り、本体はアリステウスの待つポティダイアに進軍した。アテナイ軍が到着すると両軍は、交戦状態に入った。アリステウス率いる翼は、前面の敵を破って、追撃に移ったが、他の部分では、アテナイ軍が勝利を得て、敵を城壁の中に追い込んだ。アリステウスは味方が劣勢にあるのを知ると、ポティダイアに戻るか、 オリュントスに向かうか試案した後ポティダイアに向かい、味方の犠牲を少数に抑えた。オリュントスに送られたペルディッカスにセイラの軍は、戦いの信号が上がると援軍に出、それに、アテナイ側のマケドニア騎兵が退陣した。しかし、アテナイの勝利が確定すると両軍は退いた。この戦いでポティダイア、オソビソの同盟軍は300人弱を失い、 アテナイ軍は百五十人とカリアスを失った。その後アテナイはポティダイア近くの地境に防壁を築いて守備隊を置いた。パレネ側が無防備であると知ったアテナイ本国からフォルミオン式の下でパレネ1600人の重装不評が送られ、彼らはポティダイア側に防壁を築き、これによってポティダイアは南北から塞がれ、さらに海からは艦船で封鎖されることになった。 一方、敵に挟まれたアリステウスは、ポティダイアを脱出して、カルキリ家に向かい、戦いを続行した。コリントスは、スパルタに、ペロポネソス同盟諸国を招集し、対アテナイ戦線を訴えた。アテナイからの施設及び和平派のスパルタを歩きダモス二世の、説得にもかかわらず、紀元前432年にスパルタは、対アテナイ戦線を決定し、 アテナイもそれに応じたことによって、ペロポネソス戦争は海戦の運びとなった。一方、ポティダイア包囲は長期化し、これによる国庫の消耗。この包囲戦にアテナイは、年2000トラントンを消費した。さらに海戦当初に、アテナイで流行した薬病にアテナイは苦しんだ。しかし、紀元前430年の冬の時点には、ポティダイアの耐久力は限界に達しており、 食料不足によって人肉を食べるものさえ現れるほどであった、アテナイに降伏した。降伏の条件として、ポッティダイア市民がポッティダイアを出ていくことが、アテナイ側から提示され、ポッティダイアはそれを受け入れ、市民たちはカルキリケ地方や各地に散った。後日、ポッティダイアにはアテナイ人が入植した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。